ヤンブリューゲル作、花、ヤンブリューゲルは、ブラバント公国の画家。イッソスの戦い。父親は、画家のピーテル・ブリューゲルであり、兄弟のピーテル、息子のヤンと、アンブロシウスも、画家となった。ビロードのブリューゲル、花のブリューゲル等とも呼ばれる父親はヤンが1歳の時に亡くなり、母親も1578年に亡くなったため、兄のピーテルと姉妹のマリアと共に、 画家であった祖母メイコンバーハルストに引き取られる。画家であった祖母は二人の孫に絵画を教えたと思われる。一家は1578年以降にアントウェルペンに移住。ギリスファンコーニンクスロー等の画家の下で学ぶ。1589年から7年間イタリアに滞在し、ミラノでは後に彼のパトロンとなるミラノ大司教フェデリコ・ポロメオのために働いた。 1957年にアムステルダムに戻り、1601年にはセールカ組合のメンバーとなる。1610年には南部ネーデルラント総督であったアルブレヒト・フォン・エスター・ライヒとイサベル・クララ・エウヘニアの宮廷画家に任命された。ヤンははじめ花や果物といったものを描いていたが、後に風景画で評判を得るようになる。 兄のピーテルと比べると父親の模倣ではなく独自のスタイルを築いた。初期の作品は聖書から取った主題に特に森を描いた風景画を組み合わせたものが多く、そのスタイルには森林画家のギリスファンコーニンクスローの影響が見られる。後期になると純粋な風景画や街の情景、生物画を描くようになっていった。彼の作品は 他の画家と共同制作が多く、そういった作品では背景を受け持った。特に友人でもあったピーテル・パウル・ルーベンスとの共同制作が知られている。彼はアントウェル・ペンに工房を持ち、その地でこれらにより死去した。ファイル、デンハーグ・マウリッツ・ハイス、ヤング・ブリュー・ゲル・ヘンドリック・バンバラン、ガーランド・オブ・フルーツ・セルウン・リング・エ リピカションオブキュベレーシー1620から 1622.jpg よくわかる名画の見方 2013p22 ありがとうございます。